まで冷めてもいいよ。冷めてもいいよ。倒れた倒れた倒れた。メタ。うん。はい、今日は、休日のお菓子作りに。はい、今日はね、お菓子作っていきましょう。はい。何を作るんやったっけ？混ぜるだけ、簡単。うん、何それ。ドライフルーツと、ホワイトチョコ、あとね、ライスパフを使ったチョコバーを作りたいと思います。はい。まず、ホワイトチョコ、これね、市販のいたチョコでいいんですけれども、こちら 200g 準備してください。これ1枚 40g、うん、っていうことは5枚やね。5枚買ってきました、はい、全部ちゃん全部ちゃんほらほんまやほらかわいい。でね、あとは、ドライフルーツ、こちらをね、いくらやったかな、30g ほど。それとあとライスパフ、ライスパフって言ったら、ね、聞き慣れないかもしれないんですけれども、調べてみたらポン菓子、日本のお菓子でいうとポン菓子と一緒らしいので、そちら買ってきました。はい、今日はお米のお菓子ですね。ポン大賞でいきましょう。はい、ポン大賞でいってみましょう。ポン大賞でいきましょう。ポンポコポンって書いてる。ポンポコポンって書いてる。だいぶ甘いって書いてる。量が、40g ほどですね。40g って相当ちゃうもんね。あ、それ優先する。ちょっとゴリラ開けて。あ、もうちょっと、うん、あとちょっと、はい、はい、それで40です。ちょっと置いておきましょうか。はい、はい、チョコレートをね、細かく刻んで湯煎します。多分そのままでも全部いっぺんに食べてまんぐらい鼻血鼻血出たことないから普通に砕いていく。刻んで、この千切りみたいな感じ。で、うん、お湯を、ちょっと熱いかもしれない。熱すぎる？お風呂より熱湯を真似しないようにね。訓練を積んだ人がやってるからね、これ。で、これで混ぜて、ね、溶かしてください。はい。これちょっと時間かかりそう。ゆっくり。チョコレート好きな人はホワイトチョコ好きじゃない、うん、あ、そうなの。本当のチョコレート好き。ホワイトチョコって邪道でしょ。知らん。なんで知るの。だってカカオって入ってんの、これって。入ってんちゃうの。原材料、うん、砂糖、うん、全乳、全乳、加剤、香料、以上。チョコレートちゃうよ。以上。チョコレートちゃうよ。ココアバターは入ってるんだけど、うん、カカオという、うん、材料は一切入ってない。今ね、じんわりとね、ゆっくりと溶けていくんでね。これでもさ、こんだけしかないんやな。うん、こんな感じです。なんだか。そしてこっからが、最大の山場になるんですけども。はい。それじゃあこう思い切って、はい、いきます。進めていきましょう。どっちから行く。豆乳ライスパフから入れます。はい、はい、ますライスパフの割合すごいな。うん、ドライフルーツ、ドライフルーツミックスを投入です。はい、お次はですね、この、平たいね、トレーとかでも全然いいんですけどね、今度はこちら使います。うん、ライスパフ。平たく薄く。一旦これをね、それでは冷蔵庫の方に冷やしていきたいと思います。めっちゃ美味しくなー。美味しくなー。あれとりあえずあれ言うたら、あれ言うたらこれぐらいで言うんだからね、一滴ずつ。そうなん、飲むまで冷めてもおうやん。冷めてる間に冷めるよ。めんどくさいっていうのは正解なやり方が。
なんかそのアロマボタン押したら、うん、10分ぐらいかかる。眠たくなってきた。見てたらなんか面白いこと言ってる。面白いこと、そのアレクサちゃうからもうすぐ出てけよ。アレクサ面白いこと言ってみたいなことで、だから誰も大したこと言わへんのに。そうなん、そうなん、言ってくれるの、言ってくれるよ。アレクサ面白いこと言って。無視されてる。大阪弁面白いこと言って。夏休みの宿題とかけてマラソンと解きます。おい、その心は。え、どういう答えなあかんの。どちらもラストスパートが大事です。クイズ方式なんじゃん。整いました方式。夏休みの宿題とかけてマラソンと解きます。その心は。どちらもラストスパートが大事です。それ面白い。もう整ってるんじゃん。そうな、天ぷらを食べる日、うん、答えはプレミアムフライデー。はい、ということでコーヒー入ったから。いい感じ、しっかり固まってる。1、2、3。いや、これって8やな。アリスが出たって。滑ってるよ。滑っ、あ、折れた。出た。よし、はい、できました。はい、できました。こんな感じですね。かなりこう、しっかりしてるね。うん、ボリュームが。いきます。うん、おいしい。おいしい。うん、見てるよ。めちゃくちゃおいしい。ホワイトチョコ好きにはたまらない、うん、お腹いっぱいのチョコバーみたいな感じ、うん、おいいな。うん、これナッツ入れてもおいしいかもしれない。うん、な、ちょっと手で食べたんだろうけどな。うん、おいしいな、このパフがおいしいよ。うん、な、カフカフさん、うん、ちょっと食べた。うん、おいしいからな。ごちそうさまでした。はい、こんな感じで。また来週。また来週。